ザーと歩いてきましたが、はい、こちら、はい、おせんべい屋さんですかね。おやきせんべい、あられ、かきもち、ことぶきせんべい、ことぶきせんべい、ちょっとお邪魔したいと思います。ください。お邪魔します。こんにちは。はい。すいません、お邪魔します。お邪魔します。こちらはおせんべい専門店さんですか。そうですね。夏はちょっとゼリーとか季節ものをしますけど。なるほど。せんべい専門店。すごい美味しそう。何種類があって。すごい素敵な店内ですね。結構長いんですか、こちらのお店は。そうですね、昭和、51年から40年ちょっとですね。ずっとここで、はい、すごい素敵、ま、地域に、ね、根付いたお店、ね、ということで、あ、これ1枚から売ってらっしゃるの。そうですね、お店ナンバーワン、人気ナンバーワンどれですか。まあ、手焼きは大手さんとかと違って昔のおせんべいの硬さがあるんで、はいはいはい、なんですけど、あと個人店ならではのこういったちょっと硬めのおせんべい、私おせんべい硬めが好き、うん、そうそう勝手な情報をすごい硬いおせんべい大好き。結構柔らかいふわふわな、ありますよね、ソフトせんべいみたいな、ね、そうですね、専門店だとこういう硬めがちょっと、いや、わかります、美味しそう、硬いおせんべい大好き。これ全部手焼きなんですか。あのね、手焼きは、はい、この下の、うん、そうそう、あの種類が、いわゆるおせんべいっていうのは、はい、ご飯と同じ、あのうるち米、うるち米で、もち米があられとかおかきとかだけど、今ほとんど皆さんが両方全部含めておせんべいって言ってます。ああ、まあそうですね確かにおせんべいっていうくくり、おせんべいってくくりだよねだけど、もち米でできてるものは、あのあられ、あられおかき、おかき、なるほど、うん、おせんべいはご飯と同じ、うるち米、うるち米の、なるほど、すごい豆知識、豆知識教えてもらいました、はい、初めて僕は知りました。私も初めて知りました。すべてくくっておせんべいって言っちゃってた自分が反省覚えた、覚えました。何があられとおかきを、もち米があられとおかきです。で、ご飯と同じうるち米がおせんべいとなります。よくできましたすいません、急にお邪魔してしまって、ありがとうございます。ありがとうございます。今度ぜひ食べに行きます。はい、ありがとうございました。美味しそう、良さげなお店でした。本日もフラットさんが行く、ご覧いただきありがとうございます。皆さん、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。